俳優の草刈正雄70が今日14日放送の NHK ファミリーヒストリー午7時30分に出演する。生まれた時から母子家庭で育ち、父は日本に滞在していたアメリカ兵で、母からはずっと朝鮮戦争で戦死したと聞かされ、写真さえ見たことがなかった。多くを語らぬまま母が亡くなって13年、番組への出演を通じて父を知ろうと決心したところ、半年以上の取材で、実は父は朝鮮戦争から生還し10年前まで生きていたという衝撃の事実が判明する。取材を開始したのは去年夏。正雄によると父の名前はロバート・トーラ、しかしスペルがわからないという。同じ発音でもいくつものスペルがあるため、取材は難航を極めるが、ある追加情報が決め手となり、ノースカロライナに住む父の親族にたどり着く。正雄は NHK のスタジオでアメリカのロケ映像を見て、初めて父の顔写真と対面する。名前はローバート H トーラー。小林とこの存在とともに、父が朝鮮戦争から生還していたという驚きの事実を知る。今回の取材でロバートは福岡の築城空軍基地に駐留していたことが判明。母スエ氏と偶然出会い恋に落ちたと思われる。新しい命も授かり、幸せな将来を思い描いていた末子だったが、ある時から二人は別々の人生を歩むことになる。その背景をロバートの姉、97歳のジャニタが初めて語る。様々な事情が絡み合い、スエ氏との別れを選んだロバート。実はジャニタにも、二人の別れに責任を感じる理由があるという。一方の末氏は、正雄を一人で育てると決意。アメリカ人と日本人との間に生まれた子供への偏見が根強い時代、何度か心中を考えるほど苦しみながらも、正雄を守り抜き、まっすぐな人間に育てようとする。初めて知る事実の連続に、ゲストの正雄も MC の今田耕司も言葉を失う。それでも正雄は、父と母が愛し合っていたことが分かってよかった。長い間の謎が全て解けたと涙を流す。スタジオでは、97歳のおばジャニタから託された手紙が代読される。涙を拭きながら聞いた正雄は、数日後、大きな決断をする。そして番組は、驚きのラストシーンで締めくくられる。